美しい自然に囲まれたコロナという町の近くに、名もない小さな森がありました。その小さな森の奥には一匹のカエルがおりました。カエルには名前も過去もありません。なぜならカエルは記憶をなくしていたからです。カエルは他のカエルと離れていつも一人ぼっちでした。その日もカエルは一人ぼっちで池の周りで遊んでいました。そこへ一人の老人がやってきました。その老人はカエルを一目見るなり大変驚きました。カエルに何らかの呪いがかかっていることが分かったからです。老人はカエルを連れて行くことにしました。実はその老人は森の神殿に住むラドゥという偉大な賢者だったのです。ラドゥはカエルに言いました。お前は本当はカエルではない。呪いの力でそのような姿になってしまったのじゃ。わしの力で人間の姿に変えてやろう。